皆さんごきげんよう、さきのです。今日は私のおすすめの赤リップをデパコスから3つ、プチプラから3つ選びましたので、今日はそれを紹介していきたいと思います。なんかね、スズムシが鳴いています。聞こえないかな、聞こえるかな。で、赤リップは結構リクエストでももらっていて、で、先のといえば赤リップってくらい私は赤リップが大好きで、いつも赤リップをつけてるぐらい赤リップが大好きです。じゃあ早速紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、じゃあリップを紹介していきたいと思うんですけど、赤リップはいっぱい種類があると思います。すごくいっぱいあって、シアーのものだったり、ラメが入ってるもの、マットのものだったり、もうたくさんいっぱい種類があると思うんですけど、今回はティントとかじゃなくて、普通に口紅のルージュタイプとか口紅を紹介していきたいと思います。プチプラコスメの中から3つ選んだのはこれです。メイベリンのビビットマットリキッドと、ミシャのペインティングルージュのモイスチャーと、ジャセムのクレヨンリップです。この3つを選びました。じゃあまず1つずつ紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずメイベリンのこのリップです。このビビットマットリキッドはピンクも持ってて、すごいね、大好きな色になってます。一見もう真っ赤っかなんですけど、意外とぼかしてみたりとかするとピンクっぽい赤になって、すごい好きな色ですね。この後塗ってる動画があると思うので見てみてください。ポーン。はい、あんな感じで塗った感じが出てると思うんですけど、で、しっかり塗ると真っ赤っかなんだけど、ぼやかしたりするとすごくね、グラデーションリップとかが作りやすくなってて、普通のピンクのリップにここ中心だけこれを使ったりとかもします。すごい好きで、今年の初めぐらいかな、ずっとこれ使ってましたね。でも全然減ってないんだよね。で、マットっていうけど、そこまでマットでもないし、最初に保湿してからこれ使うと全然乾燥は気にならないです。これね、種類がね、いっぱいあって、ビビットピンクの本持ってるんですけど、すごいお気に入りです。で、種類もいっぱいあるので、よかったら見てみてください。続いて、じゃん。ジャセムのクレヨンリップです。これはね、新大久保のジャセムで買いました。なんか結構安かったと思うんですよね。値段この辺出してると思うんですけど、意外と安くって、でね、なんか匂いがあるの知らなくて買っちゃったんですけど、匂いはねあんまり好きじゃないんですけど、鼻についちゃった。でも時間が経つと分かんないし、意外と塗ってもね気づかないことがあります。匂いはねそこまで気にならず使えるって感じかな。もうこのまま直で嗅いだらね、うーってなるけど、私はでも大丈夫な人は絶対大丈夫な匂い。使い心地も結構よくって、なんかスル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 って感じで、すごい発色がいいので、使ってる動画は次に出してきます。はい、あんな感じでした。これがね一番赤いって感じかな。なんか赤黒いんだけど、発色もいいから本当に赤って感じのリップです。すごいねセクシーなリップにしてくれます。黒い赤い赤黒い感じなので、すごいなんかね大人っぽい可愛い印象になります。でね、クレヨンタイプだから塗りやすいっていうのも結構ありますね。安いし発色もいいし持ちもすごくいいので、これはおすすめです。続いてバーン、これですね、ミシャのペインティングルージュのモイスチャーの方です。これマットのリップも多分出てたと思うんですけど、私はねモイスチャーのタイプを買いましたね。これ本当に大好きで、もうねこの辺ぐらいまでしかないんですけど、ちょっとね普通に入れてるとね、この辺に液だれっていうのかな、やってきちゃうから毎回毎回これ結構拭いてるんですけど、すごい好きなリップです。これはねツヤのある赤になってます。で、伸ばしていくと意外となんかそんなに真っ赤っかって感じじゃなく、意外とオレンジ寄りの赤って感じなのかな。すごい好きな赤で、
ずっと使ってましてね、これ本当に使ってて、で一時期迷子になっていなかったんですけど、どこにいたんだっけな、洗濯機で裏とかになんか掃除した時に出てきて、あー探してたのと思って、1、2ヶ月なんかこの子迷子にしてて、すごいショックで、また買おうかなと思ってるぐらい大好きなリップです。これ使い方はグロスっぽいから、グロスのなんかめちゃくちゃ発色いいバージョンみたいな感じだから、すごく使いやすいと思う。初めて使う方でもなんかこうポン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 って薄く塗ればね、自然なラフな感じの赤リップ作ってくれると思うので、これすごくおすすめです。じゃあ塗った感じはこれです。はい、こんな感じです。すごい発色が良くって、なんか透明感あふれるもう可愛いリップなんですよね。あのプチプラの中の3つの中だったら、これがね一番おすすめかなと思います。私はこのリップがすごくおすすめです。はい、プチプラから3つでした。これがちょっとピンクっぽく発色してくれるリップと、少しオレンジ寄りのリップだったりとか、あとこの子はもう本当に赤って感じのリップになってます。初めてリップをね、赤リップ買うなーって子とかはこれでも全然大丈夫だと思います。これね本当におすすめ。でも全部おすすめだな、全部おすすめだからここに出したので、よかったら気になるのがあったらゲットしてみてください。